こんにちは。あ、元気ですか、皆さん。え、今日本当に暑いんだよ。本当に暑いの今日。びっくりするぐらい暑いわ。元気よかった。ごめん、あのね、夜にもやろうと思ってて、そうだから今は、そうね、3時過ぎぐらいまでできたらいいなと思ってます。で、半袖っていうか、まあほぼノースリーブ、お団子、そう、お団子っていうか、まあちょっと暑すぎてやばいね。こんにちは。あ、ゆうたいるね。誕生日おめでとう。昨日だけど。おめでとう。昨日できるかなと思ったんだけど、できなくて。そう。ごめんね。近いさん、ありがとう。え、なんかさ、夏だよね、完全に。見て。夏コーデ。あの、今天せいろ食べてきました。そば、天せいろ、そうめんかそばが食べたいねみたいな話になって。やったかいよね。うん、近いさん、またくまくれてありがとう。あとね、みんな、また新しい香水を買っちゃいました。一回持ってたけど、白のね、ちっちゃいやつをね買いました。大きいの持ってたんだけどなくなっちゃって、でもなんかちっちゃい方が持ち運びしやすいし、ちょうどいい大きさだなと思って。しかもこれ、コナーとお揃いなの。この間コナーと4時間ぐらいブラブラしていろいろ買いに行って、お互いに行きたいとこついてきてもらってカフェして、あったかいとかのレベルじゃない、暑い今日。ヤスありがとう。白、白、白よ。結構なんか持ってるよねみんなね、白のサボン。仕事お休み、お疲れ様。でもちょっと私はこの後ありますので、もう夜にもできたらやるんだけど、夜何時がいい迷って、まだ私の帰ってくる時間にもよるんだけどさ。しかも明日こさつです、お渡し会とこさつですので、会える方がいらっしゃったら明日ですね。私は今日夜むくまないものを食べたいと思います。ゆうたありがとう、おめでとう、おめでとう。遊びに来てこんにちは。ゴールデンウィークスイパレ行くの？私も行くじゃん。会うかもね。
ゴールデンウィークじゃなくてさ、空ぞ原宿店さんと、え、空ぞだよね。こないだとか前通ったのか、こないだ原宿行った時通ったかも。私は今日買わなきゃいけないもの、こたつ用に買わなきゃいけないメイク用品とかカラコンとかあるので、お仕事終わったら買って帰ってきます。だから何時に夜できるかちょっと分かんないんだけど、そう、配信終わってちょっとすぐ言えてるんで、もう直しをしつつみたいな、直しをしつつ準備をしていきます。準備配信ってことあんましたことないよね、準備配信とか。そんなでも今日めっちゃメイクしなくてもいいんだけど、一応ね最近さ、なんかどんどんメイクが薄くなっていく、どんどんメイクが薄くなってどうしてだろう、でもね、こたつとかになると急に濃くなんねん、メイクが。なった。ちょっくりが。いい感じ。むくまないもの、でもキウイあるじゃん、何のキウイでもいいと思う。私はゴールデンキウイが好きなんですけど、キウイとかキュウリとかはカリウム入ってるんで、あの明日こさつむくみたくないよって方がいらっしゃいましたら、キウイとかおすすめですよ。日焼け止め、急に日焼け止めなんだけど、とりあえず塩分の入ったものをさ食べないようにさしようとか言って、今日はもうすでに天ぷら食べたんだけど、こんにちは。え、そう、結局これさ、そう、なんかもうそのままなんだよね、なんか可愛いかもと思ってきて、いててて、なんかずっとそのこのネックレスが、あのまあネックレス置き場あったんだけど、それが結構ね幅を取ってたから、今思うとここ可愛いかも。メイク線でも綺麗だって、優しい、ありがとう。チキありがとう、ありがとう。ちょっと眩しい、もういいか別に。メンコクだぞ、ありがとう。今日休みじゃないねん、この後があるんだけど、そのまだお時間があったから、できるなと思って。こうやってさ配信しながらさ、ちょっとずつ直すとさ、どん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 さ濃くなるんだけど、どうして。
卒行くたびリコちゃんのその日のメグ、え、明日お渡したい、お渡したい、お渡し会と小札あるんですけど、どんなメイクがいいと思いますか。あ、みんなってあんま衣装わかんないのかな。わかるか、どれがいいと、どんなメイクがいいと思う。それによっては今日カラコン買うので、どうしよう、どういうメイクにするか、どういうカラコンにするか、まだ決めてないんですよ。なんか一時期ちょっとなんか庭中に入りたての頃、入りたてっていうか、まあ別に加入とかじゃなくてあれなんだけど、庭中になりたての頃なんかちょっと生きてたっていうか、なんかあの跳ね上げラインがめっちゃ好きだったの。それ過去の写真、ライオン、孤独ライオンとか君夢あたりの、私の写真があれば見返していただきたいんですけど、あのちょっと生きてたというか、あのちょっと尖ってたんですね、私の中でいう尖り時期だったんですね。だからなんかこう跳ね上げたりとか、めっちゃ暗いアイシャドウとか使ってたのね。これを使ってたんですよ、汚い、これをこういう色を使ったの、こういうの、こういう暗い色を使ってたの。でも跳ね上げラインにして、前髪もねなかったからちょっとなんか尖ってたんですけど、最近は最近はですよ、こういうこうピンクとか、こういうだいぶないんですけど、まあ、ピンクを使ったりとか、可愛いこういうハイライトを使ったりとかするようになったんですよね。まあ前髪もできたし、まあ、ちょっとあれなんですけど、カーテンの色違う、嘘、一緒だよ、これセットだよ。あ、でも光がね、隙間からちょっと太陽昼なんで入って、なんかこっちが薄くなっちゃってるかも。一緒ですよ、ほら光が入ってきちゃうから。でかいやろこれ、あんま普段はつけない、特別な時じゃないとつけないけど、てかなんなら成人式しかつけたことない、成人式用です。夏でしょ、こんな夏の人いるのかな。でもさっき街歩いた感じ結構あれだったけど、結構半袖だったよみんな。どうなんだろう、今日は全国的に暑いのかな、東京だけとかじゃなくて。濃いめリップ好き、一時期だから濃かったんよ、なんか一時期尖ってた時期が、尖ってるって言い方よくないけど、ちょっとあれだったんですよ。20年の時はカラコンしてるよ。いつからカラコンしたんだろう、ファーストコンサートはカラコン、ファーストコンサートからカラコン OK だったのかな。ファーストコンサートぐらいからカラコンしてた、ライブだけしてた、今もだけど、ファーストコンサートツアーと2周年のライブはしてますね。対バンもたまーにしてる。まあ明日は小札なのでします。わかんないよね、いつカラコンしてるかなんてさ。そうだから、なんかたまにその時にファンになってくださった方が、なんかカラコンじゃなくて跳ね上げライン、跳ね上げ好きだったんですとか、前髪ないの好きだったんですって方もいらっしゃって、そうだからたまに跳ね上げたりもするんだけど、イギリス時代
尖ってたんかな。なんかさ、そのニア充になりたての頃ってさ、なんか自分のキャラクターみたいなのを見つけなきゃ見つけなきゃみたいな感じで思ってたの。私がどういうキャラクターでいた方がいいのかとかめっちゃ考えてて、私はかっこいいのが好きだなみたいな、だからアイラインとか鼻上げた方がかっこよく見えるかなみたいなことを勝手に考えてたんですけど、でなんか私服の時があんまなかったから、そのツイッターにもあんま私服載っけてなかったし、インスタもやってなかったから系統むずいなと思って、勝手になんか鼻上げしたりとかしてたんですけど、今思うと鼻上げてない方が似合うなとか思ったりもする。どっちも好きだけどね。リリミューいいですよ。あの昨日はちょっとラメとか入れてたんだけど、まあ、今日ちょっと入れてない。ラメもリリミューのラメをいただいて、ゴールデンウィークの予定、お仕事でしたね今のところは。ゴールデンウィークはそう、トパーズ、デートトパーズとかも使ってるし、ツイントパーズも使ってるし、あのウォニョンちゃんがやってるパパクリスティンのカラコンも使ってるし、ニュージーンズがモデルをしているカラコンも使ってます。なんかいつも同じの使う、これ B 型だからなのかな、 B 型の特徴でいつも出てくる同じものを使う。なんかメニューはだいたい決まったものを頼む、もう買えないのが B 型の特徴なのかも知らんけども、これねルイボスティーです。何茶でも分かんないぐらいのね色だけど、ルイボスティー、私大体ルイボスティーだよ。前のジョイドンで遅刻した時何事もなかったけど行くって時でも私遅刻したことないんですよまだお仕事に。遅延とかはまあ置いといて、まあ、遅延もあんましたことないんだけど、そう遅刻したことがなくて、寝坊もしたことないから、だからその実際に遅刻したらどうなるか分かんないけど心配性なので、めっちゃ前に着くので行ってるので、だいたい待ってたいですね誰かを。だからさ、心配性の友達とさ遊ぶとさ、そのお互い30分前ぐらいに到着したいのよ駅に。だから結構早めに集まれるよね。そうギリギリに来る友達もいるし、でも時間遅れてないからその子別に合ってるんだけど、私が心配性すぎて、そうこんにちは、ドキュメンタリー体育会体育会系キャラですか。私運動は好きですけど、運動とかアスレチックとかアウトドアだし、あと絶叫とかも好きだし、割と体育会系なのかな。インドアじゃない、現場に何番一番の時もあるよ。でも大体3、4番目ぐらい。美月と優香が割と心配性なんで早めにいたりするね。美月、優香、アリスが割と早いから、その3人プラスまあ愛美とかリコがちょこちょこって感じ。寝坊の恐ろしい体験ないですよ。好きな抹茶はありますか。スタバの抹茶ティーラテが好きです。アイスのトールサイズで無脂肪に変更して飲んでます。最近のスタバはね、抹茶ティー、あとスイートミルクコーヒーと抹茶ティー、抹茶ティーラテだっけ、スイートミルクコーヒーが戻ってきたので最近はそれを飲んでます。でも全部無脂肪に変えてる、低脂肪か無脂肪か。根が真面目なのに尖りキャラを目指す、え、そうなんか真面目なのかな。アンケートとかさ、ブログとか秒で出すんだけど真面目なのかな。でもあんま真面目ではないと思って生きてきたけど、そういうところがね、マネージャーさんにリコちゃんはもう出して
たよアンケートみたいな。寝坊する夢見ますよ。でも最近なんか本当にアラームなければ本当に永遠に寝れるので、アラームないと私多分やばいなと思う。寝坊したことないんですよ。なんか例えばじゃあ次の日めっちゃ早い仕事の時だとするんじゃん、4時とか4時とか3時半とかに起きなきゃいけないみたいな仕事の時はもう寝ないですね。寝坊とかするなら寝ないです。その日がめっちゃ夜まで仕事の場合はめっちゃさすがに眠くなるんで、まあどっかで寝るけど、別に朝から仕事で昼に終わりますとかだったら別に昼終わったら寝ればいいから寝ないか。だって私さ今日もさとか昨日もさ結局朝の5時ぐらいまで目つぶってたんだけど全く寝れなくて、ね、なんでだろう。甘くないお茶、そうだね。でもまあラテとかは大体甘いからちょっとあれだけど、ちょっと待ってね、時間をちょっと待ってね。さそのショールームで仕事をくれました。マジで本当やばいからそうショールームしてたら時間見忘れてみたいな、本当そういうの本当にやばいから、電車で寝て降りる駅過ぎたことないです。てかなんかいつも最寄りめっちゃ遠くから電車乗ってたとしても最寄りの一個前の駅で目が覚める。だいたい放置茶クラシックティーラテも一時期めっちゃ飲んでたけど最近なくない？仕事です。今日は先にご飯とか食べちゃったんだけど、だから10分過ぎぐらいに終わりますね。3時10分ぐらい。まあ別にこのまま生きるんですけど、だってほら見てこのノースリーブで、でも今日ノースリーブで歩いてる人いる？なんかそれでさめっちゃさ一人でノースリーブで浮いてたらはずいんだけどさ、私も結構汗だくなんだけどどうすればいい？結構もう体まで汗だくなんだけど、そう今日は延長戦ないからね。たっちゃんありがとう、ありがとう。そうやね、体内時計すごいね。何分になったら教えて。じゃあ10分15分ぐらいだったら教えて。私もねタブレット目の前にあるから見てますけども、でもこのまま行ってもいいか。変変変じゃないか。じゃあいっか。そやね、夜が寒いらしくてさすがにちょっとあれやね、上着は持っていこうか。てか急いと出てるけどね今日もうすでに。もう一回外出るから。絶対アイス買え。でも私もアイス食べたいけど、昨日ちょっと
夜アイス食べたんで、まあいいかな、明日こさつだし、やめよう。ありがとう、変じゃない、そうだ、仕事内容知らないよね、それわかんないよね、顔が変じゃなければいいんだ、私はいいか。もうカラコンも切れちゃったから、ちょっと今日普通のコンタクトだし。みんなは今日はお仕事、これからの人もいるのかな、もう終わったって方もいるし、これからお仕事の方もいるのか、これからお仕事の子は頑張ってね、あ、一緒に頑張ろうね、頑張ってねって言われるの好きじゃない方もいるから、一緒に頑張ろうね。で、もうお仕事終わった方はこの配信が終わったらもう寝てくださいすぐに寝てください。タイありがとう、ありがとう、まとめてんのかわいい、ありがとう。でもなんかね、やっぱ短いからこういうのが出てくるんだよね。この間切っちゃったからさ、また結局もうちょっと伸ばそうかなとか思ったんだけど、切っちゃうね。長袖1枚でいいよね。私もなんか意味わかんなく分厚いカーディガン着てたんで、さっきシャツみたいなやつでいいよか。タブレットおすすめ、え、わかんない、これ何、でもこれ横でこう使うタブレットなんで、こういう横はいいですよ、横でこうやってこういう感じで、こういう感じで見れるんでとてもいいですよ。初見でしたって、こんばんは、あ、こんにちはこんにちは。最近夜にさ、ショールームやりすぎて混ぜちゃうね。今休憩中なの？お疲れ様。これから遊びに行きます？どこ行くの？行っていいじゃん、そこ。これから帰るとか頑張ってね、頑張ろうね。朝仕事して帰ってきてお疲れ様。朝仕事したの？もう寝てまあ いや、ショールーム最後まで見なくていいから早く寝てね。ブルーロックの映画見てきて、これからコナン、あ、ねえ、コナン見てる方多ない？いいの？まだコナンさ見たことなくてさ、見たいんだけど、今から映画見たらさ、話わかるかな。帰って寝ようとした、ごめん、ラーメン食べに行きも、いいな、私もじゃあむくんでもいい日に食べるね。睡眠とってほしい、みんなにはもっと。こんにちは。昨日のインスタで食べてる時、髪まとめ、そうなの、髪まとめないとご飯ちょっと食べたくなくて、いつも髪束ねてる。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。みんなすごい、みんな急にこんにちは、こんにちは攻撃こんにちは。コナンで見たことないの、ただちょっと追いつける自信がなくて、今その長年の歴史に対して私のどこから入ったらいいのか分かんなくて。ディズニーコンサートのいいの？すぐディズニー行きたい。漫画買った方がいい？レンタル？こんにちは。いや、コナン好きな方も本当に多くて、本当にその友達もコナン好きな子多いし、ニアジョイもさ結構コナン好きな子多くて、みんなでさコナンのさ映画の話とかさみんなしてるんだけどさ、本当にさなんか入れてなくて、そのついてけてなくて、でもそれを聞いてると本当に面白いんだな、本当にみんなが好きなんだなって思うから、どこから入ったらいいか。でもそれ進撃の巨人進めた人にも言われるの、どっから入ればいいって言われる、どこから入って何を見たらいいのって言われるから、多分ちょっと長い歴史を持った作品でさ、その後から入るのむずいよね。見せたいけど、でもアニメ2話くらい適当に見ればいけるだって
でしょ、ま、見た目は大人、あ、違う、見た目は大人じゃない見た目は大人普通やのそれ、見た目は子供、頭脳は大人ね知ってんのよ、それで事件を解決するっていうのは知ってるよ。時計仕掛けの摩天楼、来ないよね。からくれないのなんとか、からからなんか映画いつだっけ、ちょっと前じゃない、え、その犯人は知っちゃっていいのそれ、今明日見に行くの、図書館なんとかなんとかなら、何以外なら何見ても、あ、そうなの、 YouTube とかで見れる。進撃はまあシーズン結構長いんですけど、結構ネットフリとかでアニメ全部見れるので見てください。え、本当だよ、あっという間だよ、何週もできる。初見です、こんにちは、杉谷さん。真実はいつも一つ、真実はいつも一つってコナンか、かわいいだって、ありがとう。で今昨日なんか意味もなく夜中寝れないので、バイオハザードのファイナルを何十回目っていうぐらいのやつなんですけど、まあ見てそしたらなんかアマプラに東京 MER のあの映画の前にあったスペシャルドラマ出てたんで、それ見て、で今ネットフリのアンチヒーローっていうものを一話見ましたぐらいかな。その他はあんま見てない、寄生獣もまだ見てないし、明日考察楽しみすぎてもう会場近くで待ってるかわいい、ありがとう、明日会えるの楽しみにしてるね。知ってるよ、なんか機材だっけ、撮影の機材とかも準備してくれてるの見ました。70年代の曲流れてた店って、洋楽邦楽どっちも、まあ、洋楽の方が多かったけど邦楽も流れてた、だからあのお父さんお母さんからしたら懐かしいみたいなものもあったし、最近の流行ってる、最近っていうかまあリコースぐらいの年代で流行ったような曲も流れ、アニメの推しとかいないですね進撃の巨人ぐらいですかね、進撃の巨人のアッカーマン一族が好きなんで、アッカーマン一族と一時期あトゥイティも好きだけど、一時期あのクズの本会の花火だっけ、なんだっけが好きだった時期はありましたね。エレンが大きいまであんな深いとこで割ってる、え、そこで終わってんの、え、なんで、え、なんで、え、わかんない、なんでそこで終わったの、その後からじゃあ始まるんだよ、そっから、絶対見て、お願い見てほしい、全人類に見てほしいかも。じゃあしまった、変なのした、ミステリーという中でも見たかったんだけど、ドラマを見てなかったので映画見に行けなかったんですよ。こんにちは、ディズニープラス入りたいんですよね、ウォーキングデッドが、あれウォーキングデッドなんか見れるのってなんだっけ、あ、ユーネクストか、え、そう、バイオハザード何回、え、東京 MER やばいですよ東京 MER やばい、あれやばい、あのドラマも
スペシャルドラマも映画も面白い。クロスライブ当たってた？あ、楽しみにしてます。私も初めてなんでどういう感じなのか分かんないんですけど、ピアーリーナということで緊張してますよ。ランチヒーローね、面白い。まだ1話しか見てないけど、それでも面白い。その年代の、あ、本当にあのお店いいよ。そう、お店の名前ちょっと一応書かなかったんだけど、コメントでもうね、知ってる人がいたから行ってみて。昼もやってるし夜もやってる。クズの音階めっちゃ好きだったんだよね。進撃の巨人のポーズ明日やってくれるの？いいよ。品川ミステリークラブ見ました、見ました、見ましたよ、もちろん。待って、今何時？15分ぐらいだったら教えてって言ったよね。趣味ジャンルクソ広ない。え、そうなの？ね、別にめっちゃこのジャンル好きっていうのはなくて、基本何でも好きなんだけど。ディズニーで一番好きな映画、アラジン。はじめまして、こんにちは。心臓を捧げるのと貴公子どっちしてくれる？貴公子はちょっとでも気まずいかも、写真で。これやろっか。レディー。アラジンとラプンツェルが好き、ディズニーは。でジブリは、ごめん勝手にジブリの話する。ジブリは、ジブリはラピュタとハウルとモノノケかな。やっぱラピュタなんだよね。バルス、テン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 、あの地平線。アラジンね、あれが好きなの。 I won't be silence, you can keep me quiet when you're all I know is I won't go speechless, speechless, speechless が好き。泣いた。めっちゃ泣いた。超泣いた。こんにちは。耳をすませば多いんですよ。あ、国立小坂は、国立小坂はちょっと美月ちゃんに喋ったら、もう美月ちゃんがもうとんでもない喋ってくれますよ。いや、ナウシカも好きなよね。ナウシカの最後とかやばいもんだって。もうなんか結局全部ってことだよね。結局ね、選べないんですよ。でもその中でもラピュタがめっちゃ見た記憶がある。ラピュタとかハウルとかで、もののけはストーリーが本当好きすぎて、もうすぐ時間やな。体型で柔らかい系どっちですか？どっちがいいの？それはもうお任せするよ。もう私は全然その詳しくないし、プロじゃないので撮影は全部お任せします。私は可愛くしてみんなの前に待ってるって感じだね。で、時間がやばいので、ありがとう、教えてくれてありがとう。だから夜もやるね。夜もできたらやるから。ちょっと半袖を見せよう。
半袖見せよ、半袖がやっぱ季節。誕生を読みます。13位かーくん、12位味付けのりひとさん、11位ひろし、10位エイジザピョン、9位よしやす、8位みすず、7位どんどんいくどんさん、6位たい、5位やす、4位ゆうた、お誕生日おめでとう、3位たっちゃん、2位チキ、1位ちかいさん、ありがとう。じゃあね、行ってくるから、みんなもお仕事頑張ってね。お仕事終わった人は休んでください。バイバーイ。